ごご視聴ありがとうございます日本で活躍した旅客機の中には、ボーイングトリプルセブンのように、登場から20年以上活躍しているもの、1980年代から代替えをしながらいまだに活躍をしているボーイング767など、長い期間にわたり活躍できる機種がある一方、トラブルが多く、経済性が悪くて、騒音も大きく。 操縦性も癖があったため、現場から嫌われたコンベア880や、同じく操縦性に癖があり、経済性に劣った MD11、ANA 社内でエンジンが合流であったため、早期に手放してしまった V2500 エンジン搭載の A321 など、残念ながら、日本の空で長く活躍できずに、短命に終わってしまった機種も見受けられます。 これらの機種は旅客機の寿命が20年程度とされる中で約10年と短命な機種でしたその中でもスカイマークが2014年に導入した A330 はわずか7ヶ月で運用を停止しており日本の空で活躍した期間は非常に短いものでした戦後間もない航空会社の黎明期には レシプロ機頭で活躍期間が短いものは存在しますが現代の自主運航機材で7ヶ月というのは日本では珍しい事例です世界ではボーイング767に匹敵する販売機数を残しており国際戦闘で活躍する機会が多い A330 ですが日本の航空会社ではほとんど目にする機会がなかったためどのような旅客機なのかご存じない方も多いと思います 今回の飛行機のいろはは、日本ではマイナーなヒット機、A330 のお話です。1970年に、欧州の飛行機メーカーが集まり、エアバスインダストリーを設立し、エアバス初の製品として、総発のワイドボディ機、A300 を開発しました。 発売当初は苦戦した販売面もなんとか軌道に乗せることに成功したエアバスは次期の製品を検討し始めますこの中には A300 の機体を延長した A300B9 と呼ばれる A330 のルーツとなるものもありましたこの時 A300 の胴体短縮型である A300B10 やエンジンを4発とした長距離型の A300B11 も同時に検討されていました当時のエアバスは開発リソースが限られており複数の開発を同時に行うのは困難であるため市場調査の結果を踏まえて次期開発計画は B10 に絞られましたそして A300B10 は正式に A310 として開発されることになり残りの案は凍結されることになります 1980年代になるとエアバスは単通路を意味するシングルアイルの頭文字を取り SA と呼ばれる機体の研究を行っていることを明らかにしましたまた並行して2通路ツインアイルから TA と呼ばれた開発案が1982年のファーンボロー国際航空省で発表されかつて A300B9 と呼ばれた案が TA9 長距離型の4発機 A300B11 案が t a 1 1さらに t a 1 2と呼ばれる案も発表されました。これらの内訳は t a 9が A300 の胴体を延長し、320隻オーバーの中距離走発機。t a 1 1が A300 の胴体を短縮し、1万 km 以上の航続距離の4発機。そして t a 1 2が t a 1 1と同じ胴体長で、航続距離が 8300km 程度の長距離走発機となっていました。ところが、第二次オイルショックと、それに伴う景気後退により、航空機需要が縮小しており、エアバスは、1984年3月に SA 計画を A320 として先行して開発を開始し、 TA 計画は先送りにされますそして TA12 計画は破棄 TA9 と TA11 計画は修正が加えられ A320 と同様のフライバイワイヤーやサイドスティックの採用などが決められましたエアバス内部では TA9 と TA11 のどちらを先に開発するか議論され 各航空会社に意見を求めたところコスト重視の北米の航空会社は双発機を長距離洋上飛行を行う機会が多いアジアの航空会社は4発機を欧州の航空会社は双発機4発機で意見が二分していましたそのため双発機4発機を同時開発することを決め1986年1月 TA9 を A330、TA11 を A340 と正式に呼ぶこととしました。そして1987年6月までに航空会社10社から A330 が41機、A340 が89機の受注を獲得し、エアバスは正式に A330、A340 を同時にローンチさせました。なお A330 のローンチカスタマーとなったのはフランスの国内線航空会社エール・アンデールでした A330 の初号機は1992年10月に完成し11月2日に初飛行に成功1993年10月に型式証明を取得し12月末にエール・アンデールに納入されましたそして A330 を受領したエール・アンデールは1994年1月パリからマルセイユで初の商業飛行を行いました A330 は姉妹機である A340 と極力共通化され胴体主力操縦席 尾翼、操縦システムとエンジンに関する箇所以外は基本的に同じものとなっています A330、A340 の操縦系統は A320 のフライバイワイヤーをベースに改良したものとなっておりコックピットもサイドスティックをはじめ A320 を踏襲したものを採用しましたコックピットレイアウトやシステムが共通化されているため A320 から A330、A340、A350、A380 まで機種移行の訓練が短期間で済むようになりました。参考までに A340 から A330 への移行訓練は1日、A330 から A340 への訓練は3日とのことです。胴体は A300 と同じ 外径5 6 4ルの新円形断面のものを使用し、開発費、製造費を抑えるとともに、優れた空力特性を有した新設計の主翼を採用し、抵抗の低減を実現しています。ボーイング747の主翼と長さが同じくらいで、幅が3分の2ほどと、細長い形状となっているのが特徴です。なお、水平安定版は、 A310 と同じものが使用されましたエンジンは3社から選択可能でゼネラルエレクトリックの CF680 プラットホイットニーの PW4100 ロールスロイスのトレント700から選択可能となっています機体のバリエーションは2種類あり標準型の A330300 と長距離単動型の200がラインナップされました A330300 は、ボーイング777200より若干小さく、ボーイング7879と同じくらいの大きさ。A330200 は300より機体を約5メートル短縮し、胴体中央への燃料タンクの増設を行ったもので、エンジンも水力増加型に変更されています。また 胴体短縮によって操縦特性が変化しないように垂直尾翼が約1メートル高くなっていますなお機体はボーイング767300より大きくボーイング7878と同じくらいの大きさとなりますエアバス社では洋上飛行を考慮した長距離路線に A340 中短距離を A330 と位置づけていましたが E、認定の拡大により A330 による養生飛行も行われ活躍範囲が広がりました2018年には従来の A330200300 より25%以上の燃費向上を目標として開発された A330NEO が登場 燃費向上と騒音低減がなされた新型エンジントレント7000の搭載機体構造の軽量化主力の延長 A350 に似た形状のウィングレットへの変更等が主な変更点となりますこの新シリーズが A330NEO と呼ばれるのに対し従来のシリーズが A330CEO と区別されることになりました 2012年2月、スカイマークは6機の A330300 の導入を発表しました。2014年受領の予定で、羽田発着の幹線で運用する計画でした。なお、エンジンは、ロールスロイス社のトレント700を採用しました。A330 の運行開始は、予定より3か月ほど遅れた2014年6月に、 羽田から福岡で開始され、キャビンアテンダントのミネスカートの制服とともに話題になりました。ところが、2015年1月にスカイマークは民事再生法の適用を申請して経営破綻。機材をボーイング737800に統一してコストを削減することとしたため、A330 の運航を1月末で停止することとしました。日本の空で、 A330 が活躍したのはわずか7ヶ月と非常に短いものとなりましたなおスカイマークが経営破綻した時点で5機が受領済みで1機が受領直前2機製造中でしたこれらの機体や共に発注済みでほぼ完成していた A380 の処遇でひと着あったのは記憶に新しいところです なお現在これらの A330 はトルコのターキッシュエアラインズをはじめとした航空会社へリースされ活躍していますアメリカ空軍で空中給油機として活躍していた KC135 ストラットタンカーの老朽化に伴い 国防総省は2007年に後継機選定としてプロポーザル入札を行いましたこの入札にはボーイングとノースロップ・グラマンおよび当時エアバスの親会社であった EADS の連合が参加しボーイングが KC767 ノースロップ・グラマン &EADS 連合が A330MRTT を提案しましたなお A330MRTT は200をベースにした空中給油機でオーストラリア空軍やイギリス空軍で活躍していますそして2008年2月国防総省は A330MRTT を米空軍向けに回収し KC45A として採用することを発表しますところがボーイング車や ボーイングの工場を抱える地元の米国会議員たちはこの決定が不当であるとして会計検査院に抗議を行い2008年6月会計検査院は空軍の選定に重大な誤りがあるという調査結果を公表し機種選定はやり直されることとなりましたそして2010年3月ノースロップグラマンは 入札を見送る旨の発表を行い、最終的に国防総省は、KC767 をベースとしたものを、KC46A の名称で採用することになりました。なお、KC45A の生産は、アラバマ州にあるモービルの工場で行う予定でした。少し、きな臭いところもありますが、これによって、A330 が米軍機となることはできませんでした。 今回の動画はこれで終わりです日本では短い間しか活躍できなかった A330 ですがどんな飛行機なのかお分かりになったでしょうか1200機以上の A330 が生産され約半数の機体がアジアオセアニアで運用されており日本に飛来する機会も多いのでチャンスがあったら見てみてください よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いしますご視聴ありがとうございました